さ、肉、まあ、例えば牛肉でいいけど、牛肉もオスメスっていて、オスとメスどっちが美味しいんだろう。なんとなくメスの方を食べたい気がするけど。女を食べたいでしょ、だって。じゃあ風寒いな。鮎を見に来ました。本当ですか。うまいな。原価は100円。ね、ほんまこれ原価いくらなんだよ。店の人がこう釣ってきてんのか、釣り人から買ってんのか。でも長遠で鮎釣ってる人いっぱいいるよ。トモリー。あ、天然の利益目的でそんな安いわけ。そうなの。そっか。天然の鮎なんてなかなか釣れないもんね。寒いやん。アールさん気になるよ、長トロ。アールさんにあげたい鮎の塩焼き。寒い。
風、うん、正直全然お腹いっぱいなんだよね。水化物でなければ肉でもない、ね、脂身も少ないな、ね、しかも塩だし、ね、味付けも塩だし、太んないですよ。鮎だけ食ってればいいんじゃない。長トロ来て鮎だけ食ってればいいんじゃない。そしたら太んないね。お金かかるよね。3匹で1500円だから、ね、それこそなんか1500円あったらさ、コンビじゃない焼肉、まあ、安い焼肉だったら、ね、あれとか食えるの。ステーキご飯セットみたいな食えるよ。安いやつならファミレスの。しかも3匹食ったところで全然お腹いっぱいにならない。量的にあんまないからね。食えない骨とかさ、頭とかあるから。食える身なんて言うてもそんなでもないから、3個食っても全然お腹いっぱいじゃない。いやでも美味しいですよ。美味しい美味しいけどお腹いっぱいにはならない、ね、またかき氷食ってもな、どんなされちゃうだろう、ね、R と別れた。いや別れてないですね。別れてないっていうか、来週あたりに R さん家にシルバニアファミリーをプレゼントしに行くから、うん、カレーライス食いたいな。カレーライス800円、すっげーうまそうな匂いするんだけど、超うまそうなんだけど、味がいかがでしょう。美味しいですよ。食べてみませんか。でも全然お昼も美味しいですから、どうしよう。なんかね、カレーの匂いがめちゃくちゃうまそうだ。